中竹隆二中竹隆二は日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター株式会社ティムバックス代表取締役ラグビー20歳以下日本代表元監督早稲田大学ラグビー集級部元監督株式会社やる気スイッチグループホールディングス社外取締役福岡県中間市出身小学校1年生時から地元の少年ラグビークラブでラグビーを始め 福岡県立東地区高等学校3年生時には、同校ラグビー部首相、及び福岡県選抜チームオール福岡の首相を務める。1992年高校卒業後、福岡大学小学部に入学。1年後1993年は、瀬田、大学人間科学部に合格し、福岡大学を中退。早稲田大学入学と同時に、ラグビー集級部に入部する。 三年生まで公式戦出場経験がなかったにも、かかわらず、部員の辛抱の厚さから、四年時に首相に選出、大学選手権準優勝。卒業後、イギリスに留学し、レスター大学大学院社会学部終了。2001年三菱総合研究所に入社。その一方で、社会人、ラグビークラブのたまり場クラブに所属し、ヘッドコーチを務める。二千六年四月、 清宮勝克行の後を受け、早稲田大学ラグビー集級部の監督に就任、また三協フロンテアに入社。2007年、2008年と全国大学選手権連覇。2010年2月監督を退任。3月日本ラグビーフットボール協会初代、コーチングディレクターに就任。2012年20歳以下日本代表監督に就任。 日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクターも引き続き務める。しかし大会前に行った遠征では U20 ウェールズ代表との試合で7の119という大敗を喫する。それに対し中竹はあのウェールズだったらジャパンでも負けたと思いますもん。とコメントを残した。2014年再び U2 零日本代表ヘッドコーチに就任ワールドラグビーチャンピオンシップにて 初のトップ10入りを果たす。2014年企業のリーダー育成トレーニングを提供する株式会社ティムバックスを設立する。2016年アジアラグビーチャンピオンシップにて日本代表ヘッドコーチ代行として指揮を取る。2017年ヘッドコーチを退任。2021年6月株式会アルキスイッチグループホールディングス社外取締役就任。ありがとうございます。